皆さん、こんにちは。日本サッカー協会の会長、田島幸三です。アンダー1 8日本クラブユース女子サッカー選手権大会に出場する選手の皆さん、誠におめでとうございます。そして、それを支えるご家族の皆様にも感謝いたします。もちろん、毎日指導に携わっていらっしゃる監督・コーチの皆様には、 サッカー協会を代表してお礼申し上げます。私たちサッカー協会は女子サッカーを全面的に応援する中期計画の中でも3つの柱に入れています。そして一昨年にはウィリーグが始まり女子選手もプロサッカー選手を一つのパスウェイにしていこうと我々は考えています。そのためにも いい選手が育つ、このクラブユースのサッカー選手権はより重要なものになってきています。2011年に女子がワールドカップで優勝しました。そして世界の上位には食い込んでいますが、また優勝することはできていません。ぜひ私たちはもう一度、なでしこが世界のチャンピオンになることを夢ではなく目的にしています。 そのためにもぜひ,ぜひ皆さんも必死に毎日のトレーニング、試合に取り組んでやっていただければと思います。まさにこの大会で全力を尽くすことがそこにつながると信じています。最後になりますが、改めましてこの大会を共産者として応援してくださる株式会社アイズカンパニー、共産者の株式会社モルテンをはじめ、 運営にご尽力いただいている関東クラブユースサッカー連盟、群馬県サッカー協会、前橋サッカー協会ほか関係者の皆様、そしてボランティアの皆様には感謝を申し上げます。ぜひいい大会にしてください。